はい。はい。始まりました。はい。ぬるっと。ぬるっと始まりましたね。今まで雑談してましたけども。はい。はい、まあこれからも今から雑談をしていきましょうということで。はい。はい。はい、今回まあ、豚の鳴き声も早くも4回目ですね。まだ1ヶ月も始めてから経ってないんですけど。暇なんだろうね。きっと僕たちは暇なんだろうね。そうね。暇人ですからね。暇人じゃないとこんなことできないですからね。そうです。はい。うん、で、今回はね。はい。はい。素敵な。すごいよ。すごいね。僕らもね、ドキドキしてますよ。はい。うん。さっきドキドキしてないって言ったけど。ドキドキしてます。してる体でいきます。はい、いや、俺はもうほんまにドキドキしてますから、ね。はい。素晴らしい。はい、ね、はい。はい。というわけで、まあ、とりあえず、早速タイトルコール、行くか。いや、オープニングトークもうちょっとしたい。もうちょっとしま、え最近なんか欲しいゲームある？最近なぁ、うん。最近気になるゲーム。最近プレイしたゲームなんかある？最近プレイしたゲーム？うん。何？おもろい。これおもろいなって思ったの。なんやろ。俺とりあえずアビス欲しいんやけど。買ってよ。アビス。カタラ師匠やったっけ？え、だって。カタラ師匠。カタラ師匠の、え、カタラやったかな？全然わからん。あ、マジで？ええー、あんねん。なんかな、セリゲーっぽくってさ。はい。面白い。でもセリゲーじゃないんやけど、なんかこう、セリっぽいというか、なんというか、不思議なプレイ感覚なんよ。だから買って。7000円ぐらいする。理由がわからんし。また俺買わなあかんの。欲しいなぁ。まあいいや。まあ気が向いたらまた買えますわ。ありがとう気が向いたらね。ありがとう。そう、はい、気が向くんかいつか知らないですけど、ね。まあとりあえずね、はい、今回はちょっと急がなければならない理由があるんで。そうですね。はい、とりあえずタイトルコール始めましょう。はい。はい。はい、ええせーの、豚の鳴き声わーいひどいないつになった合わない。合わんね。一回パリッと合わせようね。うん、まあそのうちね。一回そのうちね。そのうちがいつなんかは知らんけどね。はい。アタック君。はい。近々迫ってる巨大イベント。はい。何か言ってごらん。言ってごらん。そうやなぁ。東京ゲームフリーマーケットじゃないわ。ゲームマーケットですね。はい。東京ゲームマーケット。東京ですね。秋。はい。2014。14。僕らは行かないけど。行かないね。行かない。行けないね。行きたくても。行きたくても行けない。うん。というわけで。その雰囲気だけでも。はい。味わおうじゃないか。はい。ってことで。はい。ツイッターで、事前に告知しましてですね。そうですね。どうかもこの汚いラジオに、出てくださいと。はい。床に頭を、すりつけた結果。寝とって書いたくせに。寝ながら書いたくせに。ゴロゴロ。はい。あ、ごめんなさい。はい。はいはい。ね。お願いした結果。はい。ゲストが、はい、なんと、2名。なんと、そうですね。はい。まさか2名も来てくれるとは。はい。ゼロか戻ったのに。はい。ありがたい話、はい。ありがたい話です。じゃあ、そろそろ。まあ、これ待ってる方もね、はい、ドキドキしてると思うんで。はい。行きましょう。はい。それではですね、自己紹介の方、よろしくお願いします。ゲストです。はい。こんにちは。T クラブのゴン太郎です。はい。今回、はい、プリンセスエスコートで初出展します。よろしくお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方。はい。アナロジックアナロジーのもの好きもの、もの好きもの好きです。今回うちは、己の信じた道を行けというゲームで、初出展します。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、男性1名、女性1名。ね。はい、今回。初女性ゲストです。あ、ほんまや。何気に。そういえばそうですね。やったー。やったやったぜ。花が咲いたよ。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけでですね、まあまあ今回、2サークルさん。はい。で、今回、どちらも初出展。ですね。はい。はい。そうですね。はい。ね、もう、ひよこどもでお送りする。はい。まあ、でかい顔はできませんよ。うん。ね。下々のものなんで、僕たちは。端っこの方でこそこそやらせていただきます。そうですね。ね。でもね、僕らもね、わからないこといっぱいあります。はい。ね。はい。というわけでですね、まあ、今回、まあ、まずはね、ゲームの紹介の方、ちょっと、していっていただきたいなという。まあ、そもそもね、うん、どんなゲームなんじゃいと。うん。いう感じなので。うん、まあまあ、じゃあ、まずは、T クラブさんですね。同人ボードゲームサークル T クラブさんの、出せはるゲームの、はい、まあ、インスト風。どんなゲームか。ダイレクトマーケティングのコーナーですよ。あ、ダイレクトマーケティングのコーナー、
やー、ちょっと唐突やん。売るでー売るでー売るやでー何やもん。そんなうまく説明できないんですけど。はい。はい。はい。そうですね。今回のそのプリンセスエスコートは、はい。プレイヤーが護衛軍となって、みんなで協力してお姫様を守りましょうっていうゲームです。守るでで、そのお姫様を守る方法として、はい。プレイヤーのその、実際に投票してもらって、うんうん、投票数でクリアできるかできないかで進んでいって、一週間以内にそのお城にと到着できたら、クリアと、うん。そういうゲームとなります。今、僕らもね、あんまり事前情報を入れずに、ちょっと聞こうってことで、いろいろちょっと質問していきたいんですけれども、はい、言うたら、協力型とはまた違うんですか？そう、でも、基本は協力型をイメージしてメンバーで作ったんですけど、まあ、みんな協力型だと、ちょっと緊張感ないよね、っていうことになって、うんうんうん、一応、その人狼要素を入れて、なるほど。正体陰徳。うん、ああ。ってことはもう、もはい、勢力が分かれるという感じで見とったらいいんですかね、うんうん、そうですね。そのメンバーの中に一人だけ反乱軍がいる。ああ、なるほど。なるほど。はい、あります。で、反乱軍の勝利としては、その一週間以内にお姫様を殺害、もしくはその護衛軍を倒すことができたら、反乱軍の勝ちになると。うん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 、そういうゲームですね。うんうん、はい。ほう。ということは、あれなんですね。その投票、投票はもちろん誰が何を入れたか分からないっていうシステムだけど、その投票の中身を開けてみると、成功失敗みたいな、そういうニュアンスの感じ。やってみて、うん。こんな結果になった的な感じ。ああ、なるほど。これ作っていく上で、なんかこう、ここ苦労したなとか、こここだわりましたみたいなとこありますか？そうですね。一応、やっぱり、外箱ですかね。ああ、はい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 。外箱に、その穴を開けまして、その、投票っていう、楽しみというか、うんまあ、そういう作りをしたのが、ちょっと、まあ、苦労もあり、まあ、楽しかった点でもありますね。いや、コンポーネント中としてはですよ、はい、同人ゲームで箱に穴開いてるやつ、あんま見たことないんで。あ、ないですね。結構、商業、同人じゃなくてもあんまないと思いますよ。やっぱりその、なんやろ、投票するアクションというか、うん、それの言うたら、うん、そこはいいなっていうふうに、話聞いてて思いましたね。実際その写真は見せてもらったんですけど、うんまあ、ありがとうございます。実際そうやって入れてるみたいな感じなんで、あれは結構面白そうやなっていう、うん、面白いというか、コンポーネント、はい、やっぱコンポーネント重要ですから、肌触りっていうか、なんというか、見た目、うんはい、見た目とそのアクションというか、連動してるかみたいな、うん、すごい重要やと思うから、そういう行為をすることでロールプレイというか、うん、僕ロールプレイ中なんで、ボードゲームやってるときすぐロールプレイするんで。すぐ負けます、ね。だからやっぱ投票箱、実際そういうのがちゃんとしっかりしてると、やっぱりリプレイ欲というか、うん、そういうのが湧いてくるのかなっていう感じはします。あ、なるほど。うん、はい。おっと一応予約の方もなされてるということで。そうですね。今予約中なんで、まあ良ければぜひ予約してくれると嬉しいです。ちなみに価格はおいくらで？2200円ですね。はい。いや、頑張ってると思います。頑張ってるじゃないですか。普通にもっと高いかと思いました。はい。ちょっと頑張って切り詰めてなんとか。2000円台に収めたいなと。魔界が申し訳になってきます。俺らの作った初ボドゲはもう。魔界、ひどかったもんね。2000円でしたっけ？最初2000円で。最初2500円でしたっけ？あれ？最初、俺らの心の中では2500円にしようって言ってたけど。急遽2000円に下げるんでしたっけ？急に怖くなって2000円にして。で、実際今1800になってるっていう。はい。はい。今も、うん。今回その、まあ、どうしましょう？なんか、今後どっかで手に入るとか、そんなのは聞きます？とりあえず、今のところはゲームマーケットのみ。そうですね。今のところゲームマーケット秋のみの予定ですね。これは買わないとな手に入れられないな通信販売もやっていただきたいところではありますが、個人的には。普通に載せるの難しいよね、うん、ほんまに。実際作ってみて思うけど。箱に穴開けるのがちょっとやっぱ大変でしたね。うん。あと、インスペクトにお願いしたときに、
本当に箱穴開けるのみたいな感じにすごい驚かれて。ああ、なるほど。それでもう金型からもうお願いして作ったんで。いや、わあ。まあね、僕らこのラジオが終わった後、その辺のお金の話はいやらしくするんだけど、ね。いやでもね、同人はね、重要なんですよ、そこも。うん、赤字出しちゃダメやし、かといってね、あんまり高くしすぎると。ジレンマやね。うん、手に取っていただけないんで。難しいですね。うん。まあもちろん、僕らが損しない程度で、ある程度価格設定はしないとダメやし、うん、お安く手に取っていただくっていうのもすごい重要やから、そうですね。うん、はい、うん。その辺の駆け引きっていうのはやっぱりこれから同時にゲームを作っていく上では重要なことなんじゃないかなって、うん、金の話ばっかりやな。いやいやいや、でもお金重要ですよ。重要ね。うん、重要です、はい。だって趣味で、そうやって破綻してしまったら、うん、あれな話ですからね、うんうん、作るのはまあ、まあ、満足感は得られるかもしれないですけど、そうだね、うんうん、できればまあ赤字にはしたくないね、うんうん、あれゲームの紹介からずれてない、金の話になってるんで豚小屋名物豚小屋名物ですね、そうそうそう、はい、じゃあ、まあ、待って待って、もうちょっと見たい、うん、俺ちょっとホームページをほな今度見ながらここが気になるみたいな、ああ、うん、そうですね、これちなみにイラストはこれ完全に自分らのとこで作った、そうですね。一応、僕がイラストはメインで描いてまして、はい。すげえ。ね。絵が描ける人って羨ましい。うん。うん、いいよね、うん。なんかこう、イラストレーターに頼むと大変だもんね。これ、ちなみにこれ、絵ってイラストレーターでパッケージデザインして、言うたら、あれなんですかね。印刷会社に。印刷会社に。そうですね。印刷会社にお願いしましたね。印刷会社に僕らも言うたら完全に自宅生産なんで、うん、完全にフリーソフトで作ってるんですけど、はい、言うたら、なんか、イラストレ、アドビのイラストレーターとかですね、うん、その専用のフォーマットで入稿しないといけないっていうのは。それもともと使ってはったんですか、うん、このゲームを作る前から。いえいえ、もう全然、もうイラストレーター使うの初めてで、お願いしたのは、マインドさんにお願いしたんですけど、うん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 、そこでもうそのイラストレーターだったら、濃度がうんちゃらこうちゃらとかあって、最初は本当にやり方わからなかったんで、もう、はい、ワードで提出しようとしたんですけど、はい、ワードじゃどうもできないみたいな。じゃあ俺だって、イラストレーターのページパッて開けてそっと閉じしたもん。はい、高い。無理って思って。使うのも使いこなせるかどうかも難しいともありますけど、まず価格がやっぱり一般の人には手は出しにくいですね。いや、高かったでしょ、うん、ぶっちゃけた話、割と。いやー、ちょっと本当にイラストレーターこれ覚えないとダメだなと思って。そうよね。いや、そうなんよな。まず、イラストレーター使えるのが第一前提やからね。うん、まあ、俺らはもうそれ投げて、完全家で作ってるからね。もうやりたいようにやってますからね。そう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 。名刺やからな、うん。名刺で作って。そう。うん、だけど、まあまあ、はい。またずれた。またずれた。でしたっけ、そもそも、あれですよね。どこまで行きましたっけ、僕も忘れました、ね。イラストの話や。イラストして。いや、まあまあ、でもイラストも重要ですよ。うん。ゲームやる上で。うん、はい。これなんかモンスターの絵とかも確か出てましたよね。あ、モンスターも、はい、ありますね。要はぶっ倒してみたいな感じで。うん、あれもお一人で描かれたんですか？ちょっと一応イラスト全部一人でやりましたね。そうそう、めっちゃ、上がってたよ、ツイッターで。ミノタウルスみたいなやつでした。ああ、そうですね。うん、はい、そうそうそう。見ました、見ました。やっぱ書き込みもすごかったんで。すごいな。はい。すごいね。すごいね、もう。へこむわ。俺ら大丈夫？俺らなんか寝っ転がってマウスで絵描いてるやん。しかもそのマウス信じられることにマウスパッドとか引いてないですから。そういうの描いてますからね。魔界の絵も全部それ、ほとんどそれですね。舐めすぎやろ。舐めすぎ。最初ね、こんな逆に味が出るとか抜かしたこと言ってましたもんね。あかんね。あかんね。ちゃんとペンタブで描かないとダメ、ね。ほんまもう女装顔面パンチですよ、ほんまに。ほんまに。まあまあ、そんな感じで。まあまあ、じゃあ、ダイレクトマーケティング、T グラブさん。まあ最後に一言ですね。うん、まあこれから購入されるというか、まあゲームマーケットに来られる方にですね。まあ、最後、一言、なんか、お言葉あればいただきたいなと。そうですね。まあ、一応、ゲームを、遊ぶことできるんで、
そのプレイスペース用意したんで、まあ、購入はしなくてもいいんで、ぜひ一緒に遊んでもらえたらいいなと思っています。おー、そうなんや。うん、あ、これはもう耳寄りな情報。そうですね。ぜひ実際試遊して、やっぱりね、うんうん、一番やっぱり試遊してみるのが、うん、一番。どんなゲームかよくわかるやつですからね。はい。方法ですからね、うん。ちなみにプレイ時間は何分くらいですか？一応、早くて20分。うん、で、まあ、長くても1時間以内には収まるようにはしています。うん、はい。なるほど、うん。はい。というわけでですね。はい。今回。はい。ティークラブさんの。はい。はい。紹介でしたけども。では、一回ここで編集点作っておく。そうですね。ちょうどいい時間ですので。はい。はい。はい、では、はい。一回ここで。いや、ティークラブさんの紹介でした。わーい。わーい。わーい。はい。はい。というわけで。というわけで。続きまして。続きまして。はい。はい。じゃあ。はい。物好きさんの、はい、ゲームの紹介の方を、はい、していきたいと思います。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい。今回、アナロジックアナロジーで出すゲームの名前は、まず、己の信じた道を行けというゲームなんですが、若干カミカミやったんで、もう一回お願いします。ごめんなさい。アナロジックアナロジー。はい。アナロジックアナロジーです。はい。はい。はい。この己の信じた道を行けというゲームなんですが、はいはい、簡単に言うと、まあ、ダンジョンの中に入って宝石をいっぱい持って帰ろうっていうゲームです。あ、テーマは好きなやつです。そうですね、はい、RPG 大好き。ダンジョン、はい、ダンジョン、はい、プレイヤーの皆さんは一応冒険者になって、うん、進んでいくんですが、うちのゲームは36枚のカードからなっていて、はい、まあ、そのうちの大半が洞窟カードっていうカードになっています。はい、それを、ピラミッド型にですね、こう並べまして、はい、裏向きに並べて、まあ、入り口の方から、じゃあ僕はここの道に行くよみたいな感じでどんどん進んでいくっていう、なんだろうな、本当に洞窟を進んでいくイメージのゲームになっています。はい、はい。で、その洞窟カードを、めくるとですね、まあ、大まかに3種類のカードが出てきます。はい、一つが、まあ、いい効果のカード、いわゆる特典のカードですね。うん、で、もう一つが、特に何の効果もない、ただの道。うん、で、はい、もう一つが、ダメージを受けるカードの3種類になってます。うん、はい、うちのゲームすごくシンプルなので、うん、本当にそれ以上はないんですが、それを、まあ、自分の持ってる体力を、減らさないように、ゼロになっちゃうと、せっかく途中で、宝石を取っても持って帰れないということで、ゼロ点になっちゃうので、もうこれ以上進まないかな、どうしようかなっていうところをこう考えながら、うん、洞窟を進んだり、やっぱり帰ったりっていう風にしていくゲームです。うん、行くか戻るか、選択の悩ましいという。そうです。チキンレースですね。チキンレース。そうですね、割と。はい、で、結構ルールを見てくださった皆さんが言うのは、うん、なんかインカの黄金っていうゲームがあるらしい。あんな感じかなっていう雰囲気をよく言っていただいてます、うんうん。そもそもインカの黄金はもうガチゲーというか、いいゲームですか？いいゲームです。めっちゃいいゲームです。そもそもインカの黄金はやったことあるんですか？私、本当に知らなくて、そのゲーム。そうなんですね。で、昨日やっと、あ、ルール読まなきゃと思って、昨日ルール読んで、あーって感じになりました。被ってしまった。バッティング、バッティング。若干、あ、でも、インカの黄金よりも多分もっとシンプルで、うん、なんだろう。うん、いわゆるライト層の人がもっとやりやすいかなっていう気持ちではあります。うんうん、インカ黄金と比較する形で申し訳ないんですけど、はい、やっぱりその別々ですね、カードが選択肢がありますから、うん、違うゲームにはなってると思いますよ。うん、まあ、ちょっとやってみたいなと。そうそう、ルールだけ聞いたら似てるなって思ったゲームでも、うん、実際触ってみると違うことがあるんで、感覚ですね。まあまあ、やったことない、やってないからわからないんだけども、うん、それはあるんですよね。やっぱりね、僕がやっぱりこのホームページ見てて気になったのは、やっぱイラストですね。うん。ありがとうございます。いいですね。イラストですね。うん、これは、ちなみに。あ、私が描きました。うん。やっぱり、すごい、素晴らしい。女性らしい感じですね。いい、うん。キリドラゴンとか、いろいろいるんですけれども。
いいですね。これも印刷会社さんにお願いした感じで。そうですね。うちも同じくマインドさんに。ガッポガッポやな。マインドすごいね。ガッポガッポやで。そうそう。36枚って聞いて、なんかセットみたいなのがあるんですよ、ね。それ応援セットみたいな。いや、あれ安いで、めっちゃ。うん、ありあり、作るん。だから、うん、でも36枚っていう縛りの中で作るの大変じゃなかったですか？そうです。なんか、本当にもっと一番最初は、もっとこんなカード入れようとか、うん、なんか、アイテムカードいっぱい入れようとか思ってたんですけど、うん、それをすると再現がなくて、うん、で、どんどんこう、ゲームも複雑になっていくので、うんあ、でも本当に逆に紙面こう36枚っていう縛りがある中で作るのは結構楽しかったかもしれないです。そうそう。いや僕らもね作るときにマインドさんのページで言うたらセットみたいなの気にはなったんですよね。だから同人芸でね、うん、あの36枚っていう縛り割と多いんですよ。でそこは大体マインドさん頼んでるんですよね。で縛りがあると、うん、縛り難しい。36枚で僕らゲーム作れないんですよね。言うたら、うん、作ろうとは頑張ってますけどね、うん、少ないカードとかで、うん、すぐ増えちゃう目指すはラブレター的なやつ。そう、いや、特殊ミニマムゲーム流行ってるからね、うん、いやでも36枚って持ち運びにもちょうどいいぐらいですし。そうですね。いいですよね。でちなみに価格は1000円で。はい、ほう、素晴らしいカードですね。ありがとうございます。ありがとうございます。1000円1000円で買えます、はい。お昼ご飯我慢してください。あ、ちなみにご予約は？あ、今してるので、ただそんなにたくさん予約枠はないので、うん、もししていただけるようであれば早めにお願いします。そうですね。そうですね。はい。はい、あまり作ってる個数も言うたらね、最初なんで、うん、そうです。そこまで多くは作れないですよね。400も500も作れない。でも、ある偉いボトゲプレイヤー言ってましたよ。そういうサークルほど結構流行らなくなるって。ああ、なるほど、なるほど。まあ、少ないもんね。プリンセススコートも結構ね、注目されてるみたいですし。うん、こっちも。聞いた聞いた。普通にプリンセスエスコートの話を、普通にボトゲ好きプレイヤーから、ひょろって名前聞いたもん。あ、本当ですか。ほんまに聞きましたよ。うちらのとこ？うん、そう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 。うん、東京ゲームマンの話してるときにその話題は出たんで、はい、ぜひ流通には載せてほしいな。いや、ありがとうございます。ちなみにこのドラゴンのやつは流通には載せないですか？とりあえず今回のが終わってから考えようと思ってます。ですよね。まずはね、ここでちょっと力を蓄えないとね。しゃがまないとね。しゃがまないとね。ゲーム、ゲーム用語でしゃがまない。ゲーム用語的に言うとしゃがまないとダメなんでね。そうですね。いや、欲しいな。しゃがむって通じるやろか、東京の人とか。しゃがむって言います？ゲームで。なんか、例えば、次のターンのために今回は何もしないパスみたいな感じの。うん、をしゃがむって言うんですけど。関西では少なくとも。うちのとこはあまり聞いたことはないですかね。じゃあみんな覚えて帰ろう。しゃがむ。俺らむっちゃ言うからしゃがむって。しゃがんで回避みたいなイメージですね。そうそうそう。今回は、みたいな。そう。今回はパスして、次の手番の時に大きな力を出す。そう。気合ダメとか、そんな感じのやつね。いや、でも、分かるんかいな。やっぱりでも制作者さんの話を聞いてると、うん、欲しなるね。やっぱ欲しいね。欲しなるね。やっぱ熱意が伝わってくるから。うん、やっぱ欲しくなるよね。今回これ作るにあたってですね、苦労話なんかありますか？そうですね。まあ、苦労話というか、まあ、やっぱ初制作だと、もう何をしていいのかわからないというか、うん、まあ、本当に、どこに頼んでいいのかもわからないですし、本当に、本当に何もわからない状況でやったんで、もう一応すべてが苦労って言えば苦労でしたね。まあ楽しかったですけど、はい。なるほど。物好きさんはどうですか？やっぱり私は、先ほど権太郎さんもおっしゃったんですけど、絵の部分が、うんうん、まあなんか、意味わかんなくて。わかんない。イラストレーターってことですかね？ああ、そうです、そうです。で、私はイラストレーター使ってなくて、それを買うお金もちょっと正直、
厳しいので、うん、フリーソフトのインクスケープを使ってるんですよ、うんうんうん、で、なんかなんだろう、その絵の拡張子の名前とかも、あ、なんて言うんだろう、JPEG とか、そうですね、 BNG とかなんか JPEG ぐらいだったら知ってたんですけど、なんかそれ以上のなんかこう、まあ、大きくしても大丈夫なやつとか、うん、いろいろありますもんね、形式とか、うん、俺も正直全然わからんで、うん、分からん、分からん、ほんまに分からん、絵描かへんもん。100種類ぐらいあるんじゃん。え、そんなにあんの？多分あの独自、ソフトの独自形式を含めたら、うんうんうん、適当やで、うん、でもそんぐらい多くは多分ありますわ。また話ずれてますけど、まあ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 、いやでも黒話やからね、うんうん、いやだからね、今回そのなんやろ、出店者さんも初めての人多いんですよね、うん、なんかツイッターとか見てると今回 初参加ですとか、うん、そういうとこが多いんで、まあまあそういう人らにもちょっと聞いていただきたいなっていうところもあるんで、うん、まあこういう裏話はありなんじゃないかな。そうですね、情報共有ですね、言ったら。そうそう、ほうれん草、何それ、え、報告連絡相談、あー賢い、ボドゲのほうれん草、ボドゲのほうれん草ね、そういうゲーム作る、よし、ボドゲームマンに向けてゲーム作ってゲームを売るゲームを作ろういいんじゃない、いいんじゃないですか、ね、いやだから、あの、この私らのゲームをゲーム中に出していいよって言ってくれた人の、あー、実際のゲームね、ゲームを作る、ボードゲームギークゲームみたいな感じ、あ、そう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 ありなんじゃない、いいんじゃないかな、まあ、妄想は垂れ流すもんやなあ、そうやな、そうやね、絵の形式はマジでな、入稿とかも初め、入稿なんかも全然最初わからないですよね。そうですね、本当に全くわからなかったですね。その文字のアウトラインをうんちゃらこうちゃらとか、いやな、もう俺ら聞くだけでおえってなるもんね。俺はなんとかギリギリわかりますけど、すずさんさっきの話、アウトラインとかいうところで頭にハテナついてましたから、ね。もう何言ってるんやろ。この人ら何言ってるんやろ、と。日本語喋れって思ってましたけど。アウトラインって。新しいボードゲームの名前聞こえる。アウトライン。バトルラインか。面白そうじゃない、アウトライン。ライナー国津屋のアウトライン。それ作ろう。あ、作ろう。アウトライン作ろう。いやまあね、はい、ほんまに笑い話じゃなくてですよ、僕らもその辺勉強していかないとダメですか、そうそうそう、いつまでもね、やっぱり、うん、名刺作るやつで作ってちゃダメですよ、うん、うん、でもやっぱりこういうところでノウハウをやっぱり今日と共有していきたいです ね、まあ言い方悪くなるとパクるっていうまあね、僕らも出せるもん出しますから、うん、何出せばいいんやろうね、まあ自主制作でやってることでだいぶコスト抑えてますけどね、うん、コストの話はまあ多分オフレコでやるんですけどまあまあちょっとここで言えないと思うんで多分金の話になるとね、うん、うん、またあれなんですけどあればっかりやけど、まあまあまあそんな感じ、そんな感じでね、もうでもこれで30分やからね、うん、早い、ああ早いっす、早いっしょ、喋ると、うん、うん、こんなん我慢できないですよ、はい、でも一応そんなに思ったより時間かかってなかったですね、まあ今回紹介ダイレクトマーケティング会ですから、うん、まあ、この後普通の1ゲームプレイヤーとして聞きたいこともいっぱいありますんで、うん、まあ、後半はね、うん、とりあえずボドゲトークに、ええー、そうですね、今回は、うん、咲かせる感じで、はい、じゃあもう一回そのゲームの紹介最後に、はい、今回ダイレクトマーケティング会ということで、はい、お願いします、はい、では T クラブさんからどうぞ、え、ゲームの紹介ですか？あ、もう最後に、はい、もう一回だけ。簡単に。もう一回。はい。はい、その、人狼が好きな方、うん、まあ、もしくはその人狼が苦手な方でも、結構会話がメインなんで、うん、その初心者でもすごい楽しめると思うんで、うん、まあ、ぜひ、まあ、手に取って、まあ、一緒に遊んでもらえるのがベストかなと思ってるんで、まあ、ゲームマーケット秋、うちのところに遊びに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はいはいはい、ブースの、場所はどの辺になりますか？E の27ですね。はい。はい、E の27。はい、27ね。はい、あー、行きたいな、行きたい、行きたい、よろしくお願いします。あー、行きたいな、はい、続いて、はい、はい。どうぞ。じゃあ、もう一つ、己の信じた道を行けですね。はい。はいはい。己の信じた道行けは、テーマとして、冒険のドキドキ感っていうのをテーマにしています。
洞窟に潜るドキドキ感を、いろんな方に楽しんでいただきたいと思ってます。結構、ルールはかなりシンプルなので、一回やれば覚えていただけると思います。ぜひ、お買い求めいただければ嬉しいです。はい。はい。ああ、どっちもやりたい。どっちもやりたいね。どっちもやりたい。とか言うとったら29分なんで、はい、ちょうど、じゃあ、まあ、今回30分の枠で綺麗に前半終わったね。そうですね。まあ、前半は、今回はあのサークルの紹介、ゲームの紹介ということで、うん、あの後半は、一個人の一ボードゲプレイヤーとして、いろいろちょっと質問していくつもり、まあ、雑談をしていくつもりなので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今回はゲスト会ありがとうございました。まだ続きますけどね。あ、続くよ。ね、まだ続くよ。まだ続くよ。まだまだ続くよ。でもとりあえず一回ここで切るよ。はい。はい、というわけで、酢豚、豚小屋の酢豚と、はい、ダクと、どうぞ。どうぞ。T クラブのゴン太郎と、はい。はい。アナロジックアナロジーの物好き物好きでした。はい。じゃあ、前半終了。これで終了します。わーい。わーい。お疲れ。お疲れ様でした。